次に手塚貴弘議員の質問を許可します。手塚議員。私で27番目です。今回も私が最後の発言ですが、もう少しお付き合いください。まず美術館についてお尋ねします。先日の瀬能議員への回答で、氷ヶ丘中央公園で見直しを求め見守り活動をされている行動を妨害と言っておられましたが、対話を求める市民の行動を妨害としか受け取れない貧困な発想が、市民との実りある対話を困難にし、不正常な状態を長引かせている原因だと考えます。さて、昨年3月24日に、美術館建設についての覚書を旧社と交わしておりますが、この覚書の法的な位置づけについて、確認のためにお伺いします。また、完成した美術館の寄付を受けるためには、譲渡契約書などを結ぶ必要があると思いますが、見解を伺います。続いて、宅地開発による環境問題についてお尋ねします。郡団地地区とその周辺地域において、特に緑地環境において、年々緑が減っているとの市民の皆さんの声をよく耳にします。事実、目に見える風景が大きく変わっています。宅地開発により、郡団地整備時からある木々が伐採され、それが次々と実施されることによって、年々緑地が減少しているものと思われます。宅地開発に対する緑化についてどのように指導されているのかお伺いします。また、緑の基本計画を改定中と聞いていますが、どのような計画になるのかもお尋ねします。続いて、マイナンバーについて伺います。今年の10月からマイナンバーが個人に通知され、来年の1月から利用開始になります。枚方市は現在、どの分野の事務において、特定個人情報のやり取りをしようとするのか、また、どのような形で情報の交換を行うのか、そのセキュリティはどのように保障されているのか、お尋ねします。次に、生活保護についてお尋ねします。生活保護基準は、一昨年度以降、段階的に引き下げられ、私にも生活が苦しくなった、困っているとの相談が届いています。この4月にも生活扶助の基準が改定されましたが、どの程度引き下げられたのか、また改定について不服の申し立てなどがあったのかどうかお尋ねします。5番目に、職員の労働実態についてお尋ねします。本市では、構造改革アクションプランなどに基づく取り組みによって、この数年で大幅に職員数が減少しております。しかし、その一方で、市役所を見渡せば、任期付き職員や非常勤職員といった、いわゆる非正規職員が大幅に増えているように感じます。私は以前に、そうした非正規職員の処遇について、検討を求める旨の質問をいたしましたが、正職員に目を向けますと、部署によっては夜の大変遅い時間帯まで、また、時には、始業時時間よりもかなり早い時間から出勤して仕事をしているような実態も見受けられます。職員数の減少が、結果として、職員一人一人の大きな負担となっているのではないかと危惧しております。そこで、現在の本市における正規職員と非正規職員の割合をお尋ねします。また、過去3年間における本市職員一人当たりの時間外勤務時間数についても、合わせてお尋ねします。以上で1回目の質問を終わります。宮本地域振興部長。1、美術館建設についてお答えをいたします。覚書の法的位置づけでございますが、民法などの司法上の契約に該当をいたします。美術館の建物が完成し、実際に寄付をいただくにあたり、別途確認事項等について、旧社と協議を行い、
書類を整えた上で寄付をいただくことになります。小山土木部長、宅地開発による環境問題についてお答えいたします。宅地開発の際の緑化等は関係法令に基づき指導を行っており、例えば都市計画法においては開発面積が3000平方メートル以上の開発行為については開発面積の 3% 以上の公園、緑地または広場を設けることとなっております。また本市の枚方市開発事業等の手続き等に関する条例におきましても共同住宅を建設する際には敷地面積及び戸数に応じた緑地の整備を求めております。他には1000平方メートル以上の敷地に建築物を建築する場合や市街化調整区域内で1ヘクタール以上の開発をする場合において大阪府の条例に基づき一定規模以上の緑化を行うよう指導をしております。次に緑の基本計画の策定につきましては現在12月の成案化を目指し市民アンケートなどの実施や市民ワークショップ審議会を開催しながら作業を行っているところでございます。改定の考え方といたしましては緑の必要性が高く効果のある重点施策を決定し既存ストックの活用や質の向上を目指したメリハリのある施策展開具体的で分かりやすく評価しやすい目標の設定及び適切で効果的な進捗管理手法を採用したいと考えております。木村行政改革部長、3マイナンバーについてお答えいたします。マイナンバーを利用した行政手続きにつきましては行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律いわゆる番号法の規定に基づき平成28年1月以降実施することとなりますがその利用範囲は社会保障、税、災害対策の分野と限定されており本市におきましても同分野での活用を行う予定です。本市における情報管理につきましては情報セキュリティポリシーを定め不審なメールやウイルス感染の恐れがあるときの対応などを明記し適正な運用を行っておりますがマイナンバーの利用に向け全部署にインターネットから遮断された端末を設置し個人情報を取り扱う場合にはこの端末の利用を徹底しシステム面での対策の充実強化に努めるとともにマイナンバーの適正な取り扱いにつきまして職員研修を実施するなど個人情報の保護の徹底を図ってまいります。なお他の地方公共団体等の党との個人情報のやり取りにつきましては平成29年7月以降全国の行政機関や地方公共団体で情報連携を行うために国において整備が進められております情報提供ネットワークシステムを活用することとなります。このシステムにおきましては個人情報は一元的に管理せず行政機関ごとに分散管理するほかマイナンバーを直接用いず機関ごとに生成された別々の符号を用いて情報を連携する仕組みやアクセス制御によるシステムへアクセスできる人の制限や通信の暗号化などセキュリティを確保する措置が講じられております。山口福祉部長、4の生活保護についてお答えいたします。平成27年4月の生活扶助基準の改定につきましては本市では夫婦と子ども1人の世帯で5480円、率にして 3.56%、 70歳以上の単身世帯で1120円、率 1.48%、 母子または父子2人世帯で2430円、 2.15% の減額となっております。またこの4月の基準改定に係る保護決定処分に対しては81件の不服申し立てが大阪府知事に対して行われております。奥総務部長、次に5職員の労働実態についてお答えいたします。正規職員と非正規職員の割合でございますが平成27年4月1日現在で申しますと正職員と再入職員を合わせました正規職員が全体の約 71%、 任期付き職員や非常勤職員といった非正規職員の割合は約 29% でございます。また過去3年間におけます職員1人当たりの1月における時間外勤務の平均時間数は平成24年度が 9.5 時間、25年度は 9.9 時間、26年度は 10.9 時間となっております。
手塚議員、はい、ありがとうございました。さて、美術館問題について2回目の質問いたします。覚書には30年以内に用途変更した場合の建設経費の返還に関する本市にとって不利な規定がありますが、なぜこのような取り決めを行ったのか改めてお尋ねします。宮本地域振興部長、はい、今回の覚書につきましては、寄付者の善意を一方的にないがしろにしないという行政としての姿勢を明らかにするため、このような取り決めを行ったものでございます。なお、覚書の30年につきましては、大幅な施設の改修が見込まれる時期を想定して設定したものでございます。手塚議員、善意の寄付はありがたいものですが、本来寄付者と行政は対等でなければなりません。今回のこの覚書は大変へりくだりすぎて対等ではないように私に思います。また30年の時期が改修が見込まれるということですが、これは決してこの返還規定が必要な理由ではないと思います。寄付を受ける契約を結ぶことがあれば、その時には削除すべきだと考えています。さて、覚書を締結している中で、仮に市が美術館の寄付収受を取りやめた場合には、市は寄付者に対して何らかの損害賠償を義務を負うことになるのでしょうか、お尋ねします。宮本地域振興部長、市としてできるだけ早期の美術館の寄付収受に向けて取り組んでいるところであり、寄付者からの寄付収受を取りやめることはございません。手塚議員、私は寄付の受け入れを取りやめた場合にはと質問しています。私の答えにはなっていますので、大変不満であります。さて、仮に今年の7月1日に準備工事に着工した場合ですね、工事期間どの程度で、いつ竣工されるのかお尋ねします。宮本地域振興部長、工期はおよそ11ヶ月程度で、仮に本年7月に工事着工した場合には、来年5月末の竣工になるものと考えております。手塚議員、平成26年第3回定例会で議決された枚方市立美術館条例を見ると、公布の日、つまり平成26年9月29日から起算して1年6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行すると付則に定めています。付則に定める1年6月以内に工事が竣工しない可能性が、先ほどの答弁でも大変に高いわけですが、その場合にはこの条例の取り扱いはどのようになるのかお尋ねします。宮本地域振興部長、美術館の建設工事が遅れていることから、条例の付則につきましては、一部改正の手続きを適切な時期に行う必要があるものと考えております。手塚議員、今のお話ですが、現在の進捗状況では美術館を開設するとすれば、改めて付則の改正をこの議会で議決しなければならないというふうに私は理解しました。さて、社会資本整備総合交付金を活用するために、小売団地センター地区都市再整備計画を作成し、関連事業の団地再生と美術館整備に合わせて、小売川図書館の整備と小売川中央公園の改修を基幹事業として国に提出されています。計画の期間が27年度から29年度に設定されています。美術館建設のめどが現在のところいつかはっきりしない。このままでは交付申請はできないと考えますが、整備計画の変更などは考えておられるのかお伺いします。都の谷都市整備部長、都市再生整備計画には、集約型都市構造を図るための市の取り組みを記載することになっております。関連事業と交付金対象事業を一体的に整備することにより、整備計画の目標を達成するものでございます。本市としましては、都市再生整備計画に記載をしております期間内で各事業の
実施を行っていく考えでございます。田塚議員、まあ、行政としてはそういう答えしかできないのかもしれませんが、さて現在公園利用者の安全確保という理由で氷川中央公園の広場部分を含め立ち入り禁止区域を市は設定し、バリケードを張り巡らしています。子どもたちの遊び場やトイレの利用など公園利用者に大変な不便をおかけしています。しかしもうすぐ夏休みに入りますから、子どもたちが公園を頻繁に利用するようになります。工事が現在のように進まないのであれば、夏休み期間中についてはバリケードを撤去すべきだと考えますが、見解を伺います。またバリケードは公園管理の目的で設置したとも聞いていますが、このバリケードは寄付者から無償貸与したとも聞いています。借用にあたっての条件や契約はどのようなものかお尋ねします。小山土木部長。氷ヶ丘中央公園の一部に指定をしている立ち入り禁止区域は、美術館の建設工事を安全に進めるための環境づくりとして行っているもので、今後も状況を見て適切に判断をしてまいります。バリケードにつきましては、当初は本市の A 型バリケードを設置し、立ち入り禁止区域を明確にいたしました。広場利用の安全確保のため寄付者が所有する B 型バリケードを設置したものでございます。手塚議員。市の仕事で寄付者が所有するバリケードを無償で借りて使用する、なんか非常におかしく違和感を感じます。行政の主体性がどこにあるのか、私には大変疑問であります。当初美術館整備について市長に見解をお尋ねする予定でしたが、これまでの中で市長見解は美術館の早期着工について、早期着工に向けた環境づくりに引き継ぎ取り組むとの多分答弁の繰り返しになる、このように予想されますので、時間も無駄ですので市長への質問は取り上げます。早期着工と言い続けて10ヶ月が経過しています。早期着工の目処は立っていません。反対の市民は決して一部少数ではありません。反対の声は確実に広がっています。市長は事態を正しく認識し、再検討へ向けて決断をすべきです。先の見えない状態をいたずらに続けることは、住民だけではなく市の職員さんにも不誠実ですし、大変気の毒だと私は考えます。また小売団地センター地区都市再整備計画は、交付金の申請前に地元住民との十分な説明や話し合いを行うことが必要だと考えます。そうでなければこの美術館の二の舞になるだろうと思います。また先ほども申しましたが、せめて夏休みの間は公園のバリケードは撤去していただくよう、これは強く美術館についての要望といたします。続きまして、宅地開発による環境問題については要望にとどめます。緑を増やすといっても、緑の質が問題になります。市街地での大きな木の緑は貴重です。市街地での宅地開発では、大きな木はできるだけ残す。このようなことの指導ができるような方策を、ぜひ検討していただきますよう要望いたします。続いて、マイナンバーについて再度伺います。当面本市でも社会保障、税、災害対策に範囲を限定していると理解しました。しかし国は預貯金や医療情報などの接続を検討しているとも聞いています。今後民間情報も含めて個人情報の接続規模はどんどん増してくるように思われます。情報が価値を持てば持つほど情報を盗むサイバー攻撃も増します。先日年金情報が約125万件流出した等の報道があり、あまり経済産業大臣、経済産生大臣、再生大臣は年金へのマイナンバー対応については今回の検証を踏まえて導入時期を考えていきたいと、年金分野でのマイナンバー導入を遅らす可能性を示唆しました。
マイナンバーの利点ばかりでなく、危険性、そして特に事故を情報開示請求ができること、またそのやり方の周知徹底を主として、どのように行われようとしているのか、お尋ねします。木村行政改革部長。はい、マイナンバーの制度周知は大変重要であると認識しており、そのメリットや個人情報保護に関する措置などにつきまして、今後も広報枚方やホームページ、出前講座等を活用しながら、制度への理解をより深めていただけるよう、正確な情報を分かりやすく周知してまいります。手塚議員。マイナンバーは使いようによっては社会保障や医療の抑制にも使われます。住民情報を収集蓄積し、住民の管理強化にも使われる危険性があります。またこのような情報というのは絶対に漏洩しないという保証はありません。住民の権利とプライバシーを守る意味からも、枚方市としてはマイナンバーの導入中止やせめて民間への拡大しないように国に求めるべきだと考えますが、見解を伺います。木村行政改革部長。はい、マイナンバーの導入につきましては、全国市長会におきまして国に対して個人情報保護に関して万全の措置を講じていることを国民に対して丁寧に説明するとともに、本年10月からの個人番号の付番および通知、来年1月からの個人カードの交付を予定どおり確実に実施するよう緊急決議を行ったところであり、本市といたしましても番号法に基づき個人情報の保護に万全を期しつつ、利用開始に向けて着実に準備してまいります。手塚議員。マイナンバーには最後は要望です。個人情報の保護に万全を期していただき、特に民間への情報交換などの拡大についてはしないように、国に対して強く反対されるよう要望いたします。続いて生活保護について質問します。生活保護基準の引き下げにより著しい生活が苦しくなったと言われる方もおられますが、この7月からは住宅扶助の基準も引き下げられます。先日の広瀬議員の質問で、住宅扶助の引き下げについては転居によって必要な通院、通所、あるいは通勤、通学に支障をきたす場合、高齢者、身体障害者等であって、日常生活において、扶養義務者からの援助や地域の支援を受けて生活している方で、転居によって自立を阻害する恐れがある場合について、経過措置があるとお伺いしました。しかし、さまざまな課題を抱えている方々の中には、経過措置の適用だけでは、住居確保が困難なケースもあると思われます。住宅扶助の取り扱いにおいて、特段の配慮が必要と考えますが、どのように対応されるのかお伺いします。山口福祉部長。はい、お答えいたします。これまでから室内でも車椅子を利用しなければならない方がおられる世帯で、障害者向けに改造した住宅への居住が必要な場合は、住宅扶助の限度額によりがたい家賃であって、世帯員の状況や地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものとして、国が示す特別基準の適用を行っているところでございます。今回の住宅扶助基準額の改定におきましても同様の規定が示されており、引き続き適切に対応してまいります。手塚議員。保護を受けている方が住み慣れた地域において安心して暮らせていけるように、経過措置や特別基準の適用も含めて柔軟な対応されるよう強く要望します。また生活保護の住宅の扶助基準が下がったことを、例えば家主さんにも周知していただいて、家賃額の検討なども考えていただけるよう、福祉事務所としても十分に取り組んでいただきますよう強く要望いたします。さて、職員の労働実態についての2回目の質問です。正規職員と非正規の職員の割合と職員の時間外勤務時間数についてご答弁をいただきました。職員の時間外勤務数は年々増加傾向にあるとのことです。中核市への移行によって業務量が増大するなどの要因もあるとは思いますが、
正規職員の減少が最も大きい原因ではないかと考えます。私は市民の暮らしを最前線で支える市役所として、正規職員の削減を行い、非正規職員に頼らざるを得ない現状の体制に大いに疑問を感じています。こうした観点から本市における人員体制について市の見解をお伺いします。奥総務部長。はい、本市では中核市への移行や新病院の開設のほか、新たな行政事業に対応するため、平成26年4月および本年4月に必要な職員数の確保を図ってきたところでございます。今後におきましても、公務運営の中心は常勤職員でという原則のもと、職員定数、基本方針や総人件費の抑制といった観点も踏まえながら、行政事業に適切に対応できる安定的な執行体制の確保に努めてまいります。手塚議員。職員の配置については、安定的な執行体制の観点から適切な行政運営に努めていかれるとのことですが、特に正規職員の計画的な増員をお願いしたいと思います。さて、昨年度に一定数の増員をされたとのことですが、昨年度の時間外勤務の時間数は一昨年度を上回っており、改善には至っていません。市でもこうした現状を踏まえてのことなのか、時間外勤務の縮減などが盛り込まれた第3期特定事業主行動計画を本年4月に作成されました。この計画はどういった趣旨で作成されたものであるのか、またこの計画は第3期とありますが、これまでの計画と何が異なっているのかお伺いします。奥総務部長。本市が本年4月に策定いたしました第3期特定事業主行動計画につきましては、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と育児、また仕事と生活の両立といったいわゆるワークライフバランスを推進する観点から、有給休暇の取得や男性職員の育児休業の推進などとともに、時間外勤務時間の縮減などについて具体的な目標を掲げ、取り組みを行っていく計画でございます。この第3期の計画では、10年間の次元立法でございました次世代育成支援対策推進法がさらに10年間延長されたことを踏まえまして、これまでの取り組みを一層推進するとともに、計画期間内での PDCA サイクルを確立するため、計画の進捗状況や課題を検証し、その結果を踏まえて目標設定数値を見直すことなどを新たに盛り込んでおります。手塚議員。第3期特定事業主行動計画の趣旨についてはおおむね理解しました。この第3期計画によれば、職員1人の時間外勤務について月45時間、年間360時間を超えないことを目標値として設定されているようですが、実際には平成25年度で月45時間を超える職員が延べ806人、年360時間を超える職員が121人と、多くの職員が目標値を超えることとなっています。こうした実態を踏まえ、今後時間外時間数の縮減について、どのような方向を持って取り組まれていくおつもりがあるのか、お聞かせいただきます。また、世間では残業代の未払い、いわゆるサービス残業が問題になっています。本市ではそのような実態がないのか、またこの問題についてどのように考えておられるのか、併せてお聞かせください。奥総務部長。本市ではこれまでから時間外勤務縮減のため、農残業デーの推進や業務の簡素化、平準化などに取り組んできているところでございます。今後におきましても、所属長を中心とした管理職員のさらなる労働時間短縮への意識向上や、朝礼あるいは幽霊などを通じ、職場における業務の推進状況の共有化を図っていくなど、取り組みを進めてまいりたいと考えております。またサービス残業につきましては、あってはならないことと考えており、これまでからそのようなことがないよう徹底を図ってきたところでございます。今後においても時間外勤務縮減の取り組みを進める中で、適正な管理に努めてまいります。手塚議員。最後に要望とします。正規職員の比率が 79% とのことでしたが、民間委託や指定管理者に委ねられた業務も多くあります。そういうことを入れますと、本来的な本市の業務に携わる正職員の比率は 50% を割るのではないかとも
危惧をします。今後も時間外労働縮減のためには、正規職員の増員とサービス残業の根絶に向けた取り組みをさらに強化されることを強く要望いたします。以上で私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。これにて、手塚貴弘議員の質問を終結します。